第13便先頭は河野大高校の酒井くん、続くのは千葉黎明高校の浜方くん、まもなく 400m の通過。河野大高校の酒井くん、リードを広げます。先頭は変わらず河野大高校の酒井くん、続くのは千葉黎明高校の玉形くん、残り 100m。 千葉黎明高校玉形くんが追い上げる。本大高校の酒井くん先頭でフィニッシュ。先ほどのレースの一着は4レーンを走りました酒井くん、河野大高校、時間2分5秒42でした。